ースはトースポー。ライブドアニュース、2018年10月13日。韓国の観艦式でトラブル続出。で、空母は海上デモの影響で入港できず。ざっくり言うと、11日の韓国の国際観艦式でトラブルが続出していたそう。海上パレード後に、アメリカに対する活動家たち約200人による海上デモが発生。入港予定だった米空母が航行を妨害され、翌日まで海上で足止めされたという。ソースはトースポ。トースポウェーブ。2018年10月13日の記事。タイトル、いきます。韓国観艦式で、抗日旗掲揚の具。世論融合で、自らの首を絞める結果に、はてな。なんかめっちゃおもろいことになってたみたいやね。日本参加しなくてよかったね。抗日の旗も上げてやがったし、ほんま変な国。記事によりますと、自衛艦機である旭日旗の掲揚自粛を求められたことで、海上自衛隊が参加を辞退した、韓国最終島での国際観艦式が、なんとも、徒歩なものになっていたやって、徒歩やって。10月11日に予定通り海上パレードが行われたが、日本以外にも中国が前日になって参加を見送り、マレーシアは当日ドタキャン、フィリピンは到着が遅れ、間に合わないといったトラブルが続出。とどめはパレード後、アメリカの空母が、現地の海上デモで入港できない異常事態となっていた、やって、無駄足やん、めんどくさかったやろな、もう。何、さらしてケツかんねんの世界やな、面白いな。アメリカは気の毒やったけど。で、同じ日、11日の海上パレードには、主催国である韓国のほか、アメリカ、ロシア、カナダ、オーストラリア、シンガポール、インド、タイ、ベトナム、ブルネイなど、12カ国が参加した。当初、旭日旗を狙い撃ちにしていた韓国は、すべての参加国に、海上パレード中は、艦艇上に自国国旗と韓国国旗だけを掲揚し、軍艦機の自粛を通知した、としていた。ところが、蓋を開けてみれば、韓国からの通知を無視するかのように、アメリカを除く、招待国すべての艦船が、軍艦機を掲げていたことが12日判明した。日本も参加するんやったらそれぐらい裏切るっていうのをやった方がええで。ふざけんなボケ言うてな。これは海上パレードをライブ配信した韓国アリランニュースの映像からも確認できる。おまけにアメリカ海軍については国旗と軍艦機が同じものだというオチまでついてしまった。アメリカは国旗だけを上げてたんじゃなくて、もう最初から一緒やから、何も気にすることなかったっていうことやねんな。国連海洋法条約では、軍艦には軍艦旗を掲げることを義務付けられているために、これは当然の措置なのだ。もうね、韓国が何を言おうが、何も知らんねんな。国連海洋法条約いうもんちゃんと調べてみとか言うといたらよかったのに。まあ言うだけ無駄か、もうめんどくさいから、もう参加せえへん、言うて。困れ、言うといたらええか。そんな中、海上パレード後に待っていたのは、韓国の同盟国であるアメリカに対する活動家たちによる海上デモだった。いやー、もう胸くそ悪いわーっていうことをしはってんな、おもろ。アメリカ UPI 通信によると、約200人のデモ参加者が、それぞれカヤックに乗り、最終島の、チェジュ島やな。最終島の海軍基地周辺で大暴れしたんやって。そのため、最終島に入港予定だった、米空母、ロナルド・レーガンが航行を妨害された。結局、翌日まで海上で足止めされたという非常事態に、同アメリカの空母は、約40隻が参加した海上パレードで最大級の艦船だった。やって。ねえ、なんでバズーカバーンとかやれへんかったんか不思議。一方、旭日旗を戦犯機などと呼び、国民感情を配慮してほしいとして、日本側に海上自衛隊機の掲揚自粛を求めていた韓国政府だが、自国はといえば、
まあ、韓国はどないやねんということで、何のためらいもなく国際行事の場で反日をアピールしていたから始末が悪いって書いてある。ほんま始末悪いよね。つけんなボケぐらいは言わなあかんと思うね。で、観艦式でムンジェイン大統領が演説した駆逐艦に抗日の象徴となっているイスンシン将軍が使ったものと同じデザインの旗を掲げたというのだ。イスンシンとは、豊臣秀吉の朝鮮出兵で日本と戦ったとされる歴史上の人物。ムン大統領は演説の中でこの旗について、未来の海洋強国への意思を示したものと形容した理由を述べた。で、日本政府は12日、外交ルートを通じて韓国側に抗議した。お前らとは付き合えへんわ、ぐらいは言うてほしいよな。もしも海上自衛隊が参加していれば、デモや嫌がらせが激化していたことは明白で、派遣見送りは賢明な選択だったようだ。いや、これマジで、嫌がらせあるからね。もう韓国は敵国と思って行ったらあかんもん。もしもし。で、韓国事情通がこう、指摘していますよ。反日ドーピングはエスカレートするもので、今回の成功体験で、韓国世論はより強い旭日旗叩きを求めるでしょう。そうなると2年に1度アメリカ太平洋艦隊の主催で行われるリムパックでトラブルとなるでしょう。リムパック、環太平洋軍事演習やって。早く北朝鮮レベルで石化統一しちゃったらいいのにね。アメリカさんも仲良したいっていうところ、仲引き裂いたあかん。私は北朝鮮レベルで石化統一したらいいのにな。そしたら静かになって楽しいのになーって思っちゃうんですよね。現在の北の人たちと同じように交流がなくなるやんか。で、ラスト、韓国世論に乗っかかるだけでは今後の韓国自身、さらには極東の安全保障体制にも影響を及ぼすだろう。だから見捨てたらええねんやんかって思うねんけどな。